今日はですね、このヘッドレスト洋服をね100均で買ってみました。はい、今日はですね100均でね、このヘッドレス用のフックをね買ってみましたので、取り付けてみたいと思います。基本これ4つ付いてるのでね、この助手席のところとこのね運転席のところちょっとね付けていきたいと思いますけど、こんな形でいいのかな、これ一回抜いた方がいいのかな、なんかこう無理やりでもついちゃいましたけど、はい、こんな感じですかね。まあこれ1歩につき1キロっていうことなので、で4本入ってるのでね、まあ助手席のところとこっちの運転席の方ね両方つけていきたいと思いますけど、これ簡単につきますね。もうこれでいいですかね。はい、とりあえずこれでね完了したので、もうこれでなんか引っ掛けていきたいと思いますけど、でもう種類買ったのでこれもつけていきたいと思います。これはあの1箇所2キロ引っ掛けられるっていうことでね、これ前に振っといて、これ後ろでもいいかもしれないですけどね、こんな感じでつきまして、前用と後ろ用とね必要あるのかどうかわかんないですけど、あ、これは後ろ向きですかね、後ろにつけといて、でこれはちょっと長いので前向きでもいいかもしれないですけどね。一応これ前から見るとこんな感じですかね。ちょっとまあ一応100均の便利グッズっていうことで、まあ、便利そうなので買ってみたんですけど、ちょっとまだ便利かどうかちょっとわかんないですけどね、これとりあえず買ってみたのでつけてね様子見ていきたいと思います。Thank you.